てしまうという悩みがありましたけれども、この可変的カウントを使っていただければ、土壌の記憶度と酒の進路を計測して、キャベツ自身で肥料を蓄養を調整してくれるというものなので、栄養が切れて均一になって稲の消息を防いでくれる収量安定につながりますよという、とても嬉しいカウントです。無駄に肥料をまくことがありませんので、低コスト、低コスト削減にもつながるんです。ぜひこちら、イセキソーラーでは皆様の省力化、低コスト化を応援できる商品ご提案を多数ご用意しておりますので、お近くでご覧いただきまして、皆様の農業の助けになってくださいね。ご覧いただいておりますこちらの省力化は直進化、あぜぎはギリギリのところを耕そうとするセンサーになって止まって